だ。どっか危険なとこ連れてってよ。私に任せて。いい感じよ、ランマ君。セリナさん、何やってんだよ。あら、ミチル君にランマ君。私を追いかけてきちゃったの？ここは危ないから早く離れなさい。ほら、子供は帰った帰った。俺らはガキじゃねえし、女一人こんなとこに置いていけっかよ。気持ちは嬉しいんだけど、邪魔はしないでほしいな。この島の取材は私が望んでしていることだから。そんなに危険な男が好きなのかよ。だったら俺もかなり危険な男だぜ。とてもそうは見えないけどな。例えばどう危険な男なの？チャリの二ケツとか余裕だし、まあ、乗せるのはミッチーだけどよ、うん、ランマ、セレナさんは聞く耳持たねえ。こうなったらこの辺りのバイカーたちを俺らで片っ端からぶっ飛ばすしかねえな。そうだな、俺らがセリナさんを守ってやらねえとな。来た来た、武装したバイカーたちがすっごく大勢来たわ。このシチュエーション最高、デンジャラス、ゾックゾクしちゃうわ。あー、エクスタシー。セリナさんは放っておいてやろうぜランマ。おや、馬が集まってんな。ノリノリだぜ。大丈夫？ランマ。ありがとう、セリナさん。大丈夫かよ。頑張って、ランマ君。
感じよ、みちるくん。やったわね、好きになっちゃった。今の喧嘩どうだった？連絡もらえますか？ほーらい、頑張って。休んだ方がいいわね。やあ、すごいわね、いい感じよ、ランマくん。頑張って。
デンジャラスよ、ランマくん。なかなかデンジャラスだったわね。やべ、じゃあ俺に惚れたって感じっすか。ああ、それはないわね、全然。え、マジっすか。だって二人ともまだまだデンジャラスが足りないもの。それにもっと強そうな子を知ってるし、どっちかっていうと惚れるならそっちの子かな。俺らより強い？そいつの名前は真田天明君。さっきのバイカーたちのリーダーの子よ。だってよ、ランマ、どうする。どうするもこうするも真田さんっての倒すしかねえだろ。なかなか私好みの展開になってきたわね。頑張ってね、二人とも。私にデンジャラスをいっぱい感じさせて。お疲れ。やったわね。助けるわよ、ランマくん。